おはようございます。食いしん坊散財72時間パチンコ生活サッチャレ編1日目の後半戦です。メガカスのヤーマンです。1日目、サッチャレのヒゲ紳士不在の中、スロット、朝一カニ歩き、そして金物一発台、現在の収支の方がこちら。大幅プラス。このまま勝利をつかみ取り、潰れそうなパチンコ店をちょっとだけ潰して周辺のお店に還元できるのか、最後までお楽しみください。そして72時間パチンコ生活のルールがこちら。この持ち玉があるうちに700発ぐらいしかないけど、ハイビスカスかホウオか D6、これでも打ったことないんですよね。多分これ一発台では正直ないんだと思うんだけど、俺はこれ一発台に今回入れています。ということでこいつちょっと打ってみようかな。デジパチなんだけど、おそらく演出も何もなしなことに気づいてしまいました。私ここのコーナーだけさっきの弾使えないわ。入金。なんかこの時計台とこれが月をモチーフにしているのかな。はい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 。あ、光ったよ。12時に止まれば大当たり。あ、なるほど、これね、レインボーなってるよ。おいはいはい。あ、ちょっともう面白い。はい、なるほどね。ちょっと前にあった豊丸の真ん中に顔があるやつ、なんちゃらドリームみたいな台、豊丸と丸方をちょっと足しに行ってもらってください。探ってみます。2枚目。さあ初の点滅保留来ました。5時までは行ってほしい。よし、やっぱここ止まりか。さあここが赤くなればチャンス。あ、白のままで真ん中は青。弱い。12時に止まれば大当たり。弱いが点滅保留どうだ。さあピンクは2回分だと思う。そうだよね。まあまあチャンスなんじゃないか。さあ次。はい、よっしゃ。ピッツホール、やれる。ここピック、レギュラー。なんでだ。なんこれ。レギュラーボーナス終了。これ197だったらもうちょっといい台あるよ。とりあえずもうこの台はお腹いっぱいかなという感じでございました。ありがとうございます。では次の台に移動したいと思います。とりあえず2台目終了です。さあ次1回交換コーナーを攻めたいなと思っております。ちょっと打ってもいいですか、余裕のあるうちに。スーパーコンビ。打ち込みにぶつけると
感じでちょっと最初やってみて徐々に合わせていきたい。ちょっと弱めにいったら入ったぞ。まっすぐ惜しい。あ、惜しい。10回転1000円で10回転でした。現在の時刻が17時です。おそらく36系ぐらいです。ファクナーの分がおそらく2000円分ぐらい残ってるんじゃないかなと。さらに5000円ぐらい飯を食ってるから多分おそらく俺1万3000円ぐらいしか浮いてないんですよね。夕飯までは定までいけるんですけど、明日の朝食のホテル代に関しては交換した後になりますので、これに1万円ぶっ込むと俺も残り3000円しかあってホテルには泊まれない。一発代10台がいかにきついことなのかというか、それでも俺はこいつに行くわ。5回転で真ん中に飛び込んだのが3回、寝かせが鬼きつい。さすがに激しいし7500発をそう簡単には取らせてくれない。これはでもね、熱くなったらダメだよ。寝かせでこのねパターンは絶対に負けだから、まあね6000円7000円ぐらいプラスな状態なんで、熱くなったら絶対に負け。特に一発台は絶対に許さない。一発台だから、世の中で今一番熱かったじゃねえかな。よし、これがラストチャンスかもしんない。頼む、なんとかしてくれ。東先生甘く見て右が痛い、右が痛いってなんだよ。あー頑張る、ラストまでラストダメか。終了、4万円やられた。2万8000円で41。さすがにもうこれ以上はね笑いじゃなくていけないんで、決まれば問題ないと思ったんだけどな。マイナス2000円ぐらいです。ちょっと他の台狙っていきたいと思います。絶対にあと残り2日間でこいつリベンジしようと思うんで、ぜひよろしくお願いします。閉店まで約3時間半、ギリ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 まで粘るためにこいつで十分なんじゃないかな。さあ投資1000円16回早ければ
あと2回転だったのよ。さあ、2度目のチャレンジ。大チャレンジ突入。あと1回。よし、行け、行かない。よし、ここダメか。はい、しない。Oh!
てるみたいな。マジで久々。突入20回。さあやりましょう。こっからはここでちゃんと仕留めればオール10ラウンドです。あと10回。よし。いやー惜しい。よし。行けよ。よし。なんでなん。あと3回。やめてくれなあ。嘘だろ、これラストまである。泣きの1回。あ、弾がなくなった。ダメだ。なんでだ。おー、なんと皆さん全ノマレです。なんでだ。閉店まで2時間、約1万円負けてます。7000発出してやっと1万円プラスになる。ここの中から7000発プラスアルファを出すって言ったら連チャンする台しかないんですよ。コウスケ行くか最後。当てることはできたんですが、出てきた弾1000発と2500発、2回転しか回らなかったんで、ちょっと今日もこの一発台は厳しいなと。閉店までに時間がないので、時間が早いやつと思って探してたんですよ。そしたらこの台505で当たってない。これの U タイムが959回転後につくんですよ。急ぎで打っていきたいと思います。さあ行こう。え、待って、1回転で赤フラしてんだけど。1回転目アイドルマスター。いや、カスタムも何もしてないんですよ。カスタムも虹なし、そんなに熱くない、うん、いや赤フラ。あれ、ここで疑似連、ここで気じる。さあ奇跡が起きるのかい。押す位置、お座り1回転。うわー気持ちいい。え、もうありがとうって言われたらもう確定よ。あのエヴァンゲリオンなら。プロデューサー、さあどこまで行く。超えるの？どうなの？あっていいよな。さあバズーカ発生、チャンスアップ。さあここもハートシャワー。さあ今日はホテルに泊まりたい。そして夕飯はラーメンで行きたい。お座り一発のメガカスタム。ありがとう。もう一生一緒にいたい。あと V ストック4つ取る。なんかここでやめた人ごめんなさい。
さあ閉店まで1時間50分、いくつか投資変わらず5万円、気合を込めた。さあさあ一時話題になります。噂では5個まで行けるという噂でしたけどね。おっ、あおって、あおって、4回目、これあるだろう、カモン、押せない、カモン、ダメなんかい。緑ちゃん、カモン、オッケー、これ確定だよね、確定だよね。違うの、確定じゃないの、カモン、ふざけんなよ。最後緑煽り、ラストチャンス、オッケー、残り0回転、いくぞみんな、いくぞ、ラストチャンス、騙されていたけどメガカスタム、なんだこれ、もうしたくない。コウスケもこの台もつわり一発でどうしてこうなったよ。もうスピード重視で行くしかないんで、僕が久々にからくりでもう最後これ悪あがきして終わります。光った、おそらく先読んでます。カナの疑似でした。さあさあ、ホリューム変わった。いやー、疑似2のまま。1個、もっとちょうだい。さあ何個、1個。いやー、どうなの。我が名はカッパングラティオ。お兄ちゃんみたいに強くなるぞ。歯車バーニング、この男がいい。さあ投資5万円ズバがそのままです。持ち玉でカモン、オッケー、間に合う、75% 取れれば。まだ終わってねえ、逃げ紳士行く。タイム 75% 絶対欲しい。 75% 来い来い来い、現在の時刻は閉店まで約1時間前。出せるぞ、万発。井口選手、勝負は最後までわからない、だからパチンコは面白いと。きちんと買って帰らせていただきます。ヒゲ紳士がいつも言ってる言葉、取れるよ、よし、赤くなってよ、お願い、ダメ、ヒゲ紳士、なんで俺はこんな日なんでしょうか。負けた。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。大逆転負け。
絶対に今日は勝ったと思った。車中泊、夕飯もなし、夜にラーメン食いに行きたかったのに、煮干しラーメン。敗因を言っていいですか、スーパーコンビでも最高に楽しかった。ヒゲさん1勝目逃したけど、まだ0勝1敗だからな、あと2日間ある。絶対に絶対に明日は勝つ。明日は混み合う前にスロットで来たり積んで、あの台突っ張ってみようと思う。応援よろしく。それでは先頭に行ってきます。